はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。愛のスコールの赤リンゴサワー。アルコール度数 4% で、果汁が 1%、期間限定。原材料が、リンゴと、乳などを主要原料とする食品と、ウォッカと糖類と炭酸と、酸味料と安定剤と香料と、黄色4号と赤色40号。ですね。まあ、スコールはね、非常に好きなんで。ね、これは、美味しいんじゃないかな。期間限定。まあ、カルピスみたいなもんですよ。完璧。あ、うまい。甘いけど、カルピスの、リンゴ味。愛のスコールと。あ、うめえ。このなんか、自然なのかわかんないけど、なんか、うん。でも、結構甘いな。でもそんなに、くどくないというか。まあ、めちゃくちゃ、割と甘いんだけど。くどくはないですね。赤リンゴ果汁の、蜜の甘さと、爽やかな香りが加わったスコールブランドならではの、乳性と果汁の禁断の出会い。秋冬にぴったりの、秘密の美味しさをあなたに。これ美味しい。これ美味しいわ。ただこれちょっと、あれだな。個人的にこれ牛乳をなんか入れて、ちょっと甘すぎるかなっていうのはあるね。まあ甘すぎるからちょっと牛乳を加えると割といいんじゃない？こちらですね、俺もちょっと気になったんですが、容量が 340ml ってなってるんですよ。普通350じゃないですか。10少ないんです。で、公式サイトに書いてありました。あえて満たさない、そんな愛もある。スコールの味わいの特徴といえば、爽やかな甘酸っぱさと、繊細な泡が長く続くシュワシュワとした、独特の食感。その食感に込めた愛が溢れてしまわないように、スコールサワーは、飲料間で一般的な 350ml より 10ml 少なくなっています。と書いてあります。これどういう意味なんですかね。食感に込めた愛が溢れてしまわないようにって、よくわかんない。溢れないように。あれなのかな、でも普通溢れないよな。缶こうやって開けた時にプシュってなって漏れないようにとかそういうことなのかな。でも漏れないよね普通ね。わからん、どういうことなんだ。やっぱちょっと甘いは甘いですよね。うん。やっぱりちょっと牛乳を入れたいね、これはね。牛乳かもしくは、でも、炭酸水入れると絶対薄くなるんだよな。うん。まあでも、リンゴのね、なんか蜜の、すごい甘いさ、中にさ、蜜が入ってるさ、リンゴみたいに、かなり、美味しい甘さ。ちょっと、甘すぎるのはあれかな。多分、普通のチューハイよりこれ甘いですね。うん、うん。コク。甘み。これ甘いですね。うん。これは美味しいですね。非常に。うん。はい。4544です。ご視聴ありがとうございました。